ニーベルンゲン物語「クリームヒルトの恋と悩み」第2章「ジークフリートの老い立ち」読み「ケイロ神岡」話変わってニーダーランデに一人の王子があった父君をジーク・ブントといい母君をジーク・リンデという彼らはブルグント国からは遥か下流のラインカハンなるザンテンという王女に京を構えていた そしてこの王子の名はジークフリートといった成長の後は類いばれなる英傑となった船団は庭より桟橋のたとえに漏れずこのジークフリートは幼なじより何事につけても世の常のことは異なっていた皇后号機にして両領衆に秀でているのには たをまいてかかぬものはなかったそしてこの秀麗な風貌と堂々たる幾とは痛く能霊の夫人の心をそそっていやしくもこの世に女と生まれたからにはかかる殿子を愛する女妙理に浸りたいと祈願せぬ者はいないくらいであった父母の心づくしで彼は日夜文武両道にいそしんだ 天下になったたる賢人を教えを受けることでち上位を安慢に発達すれば突起おのどが成就する武術にもますます訓練連達することになっただから天下一人としてこの未来ある和光度を尊敬せぬものはなかったおいおい成長するに従って両親は彼の欲するがままにあらゆる武器を与えてます訓練練馬の功をつ,つましめた そうなると物心も己からついてきてあまたの女を求めるようになる女もまた微目青春なるジーク・フリートの強健な体を求め愛した時にかの父君ジーク・ブンとははなしい祝典を競合して武術の演技を模様さんと物思い立ち少量の国々あまねくその胸を触れしめた そして王子ジークフリートと同年代頃の世話年で騎士となすべきしばかくある者はこれをことごとく王女に呼び寄せてこの祝典をちなみにその円管の騎士の剣をほかしめたかくして王子と共に名誉ある騎士に列せられた者は無料400名を算したそして王は救助たちに命じて徹底せしめられた騎士の服におののに贈与された その服は実に善美を尽くしたものであるいは宝玉を散りばめあるいは金銀を塗り込み一見一目に全身むくる体のものばかりだったその他貧客友人らには一人残らず千金のひばを与えきらびやかな衣装を送った三絶、壊絶なる武器を加えるに毎日毎夜の大共演若きも老いたるもただこの世ならぬ天国を遊べる心地 手のい、足の踏むもさえ覚えざる体であった。この陥落は前後7日間続いた。その時、王妃、ジークリンでは古式にのっとって、王子のためにあ多たの金銀を分かった。かくあまねく、恩恵を施し、もって国の内外の民衆を集団し、 主君のためならば、神明捨てるもろくで糸安党をはじめとする方向心を寛容せしめたのである。されば、司法の国組み、皆ことごとくジークンとジークリンでの口頭を仰いで、彼らに心から忠誠を捧げんことを願った。従って、また、その王子たるジーク・フリントも彼らの主君とし、仰ぎ、敬うその日を早く来たらんことを望んだ。 しかし、現状の美徳を備えたジークフリートは、両親のいます間に大いに着こうなどとは、夢に見め考え及ばなかった。仁義をわきまえた彼、ジークフリートは、隠してリーダー・アランで脅かさんとする遺敵を防いで、父君の国道を大山の屋敷に置かんものと一夜簡単を砕いた。武器を手にするに至ったからというもの、 彼は一刻片時も勇腕をむさぶることが如とくなく武術を練馬し戦いの技を研究した各地早くも彼の行名は四方届き渡ることになった。